出会ったきっかけは、インスタグラムでの、いいねの押し合いからの DM。山内はいいねを押してくれた可愛いアイコンの女子全員チェックしていた。山内が時計を買ったとき、妻に、ちょっと高い、20万円や、と説明していたが、本当は180万円だった。番組で競馬20万円勝負しますと言っていたが、本当はそれと別で気になる馬がいたから、妻に秘密であと95万円ほどかけていた。遊びで使えるお金はどのくらいありますか、と尋ねられ、嫁の許可なく使える金額となると。500万円、と答えた。